アメリカインディアンのチェロキー族の血を引く。幼い頃からゴスペルに親しみ、1960年代末期から本格的にプロの歌手として活動。1969年の暮れにはデラニーボニーのツアーに帯同。このツアーにはエリック・クラプトンも参加していた。1970年にはジョーコッカーのアメリカツアーでバックコーラスを担当。 この時、リタにスポットを当てたコーナーで、レオン・ラッセル作の楽曲、スーパースターを歌っており、その様子は、コッカーのライブアルバム、マッド・ドッグス・ンイングリッシュ・メンにも収録された。この曲は後に、カー・ペンターズがヒットさせて、スタンダードナンバーとなる。1971年、アルバム、リタ・クリッジでデビュー。このアルバムには、ブッカー・ティ・ジョーンズ、 ライクーダーなどのゲストプレイヤーが参加している。1973年にはシングルマイクルが日本でもスマッシュヒットした。同年カントリーのシンガーソングライタークリス・クリストファーソンと結婚。その後クリスと連名のアルバムを何枚か発表を。1977年アルバムエニータイム、エニーウェアが全米6位のヒットとなりボズスキャッグスのカバー。 We are all alone シングルヒットした。1979年6月、第8回東京音楽祭に参加し、あなたしか見えない、ドンとクライアウトラウドを歌いグランプリを獲得。1980年頃、クリストファーソンと離婚した。1983年、映画、零零七オクトパシーの主題歌、オールタイムハイを歌う。1984年、沢田健二作曲の、 美しき女ラブフロム東京を来日記念シングルとしてリリース。一部歌詞が日本語で歌われている。1991年のアルバム、ダンシング・ウィズ・アイ・エンジェルは、日本のヒット曲のカバーも含む内容で、森高千里、雨メ徳永秀明レイニー・ブルーなどが、英語詞で歌われた。また、アーロン・レビルのアルバム、 ウォーム・ユア・ハートや中島みゆきのアルバム、歌でしか言えないにゲスト参加。また1990年代初頭、日本、特に首都圏で、日韓アルバイトニュース、案の CM 曲に、ナイス・ツー・ミーという案が使われ有名に、CM オリジナル曲だったゆえ、2014年現在、未発売。1984年、夜のヒットスタジオで、ゴー・ヒロミと、 あなたしか見えないをデュエットした。1994年、ロビー・ロバートソンが、アメリカ・インディアンをテーマとした、アルバム、ネイティブ・アメリカに制作。リタは、姉のプリシラ、メイのローラ・サッター・フィールドと共に同作に参加。リタ、プリシラ、ローラの3人は、チェロキー族の伝統を全面に出した、グループ我らを結成し、スタジオアルバム2枚とライブアルバムを発表を。 2002年には、ソルトレークシティオリンピックの開会式に、我らとして出演し、ロビー・ロバートソンと共演している。2004年に当時、カリフォルニア大学アーバイン校教授の須田達也と再婚。2005年のソロアルバム、アンド・ソイズ・ラブでは、ジャズに挑戦した。2017年大学時代の元恋人と故郷で、再会したことがきっかけに恋愛関係が復活し、 テネシー州に戻り元恋人との新生活をスタートさせた。ありがとうございます。